皆さん、ナスキーです。今日ですね、ある要件がありまして、嫁ピーとホテルにいるんですけれども、これね、すごいのよ。何がすごいって、嫁ピーがね、今コンビニに行ってるのよ。嫁ピーが僕にこんな隙を見せてくれるとはと思いまして、僕がコンビニに行ってきてって言ったんだけどね。これ実は今日ちょっと用意したものがありまして、こちら僕の100万円でございます。これはね、ホテルのゴミ箱に潜ませておきたいと思います。このままこれ入れてたらさ、ただのゴミを持ってしまうから、ゴミ箱にちょっとポンと置いといて、で、ヨメピーがこれを発見した時にどういう反応をするのか、取るのか、取るんかな。取ったらもうね、はい、これでございますよ。というわけで、ヨメピーが果たしてホテルにもし100万円が落ちていたらどうするのか、モニタリングをしていきたいと思います。100万さよならっつって、これもさすがに炎上せえへんねよね。え、皆さん大丈夫？俺捨てるわけじゃないから。オッケー。ちなみに僕もロビー行ってるわみたいな感じで、ここなんかレストランあるんですけど、そこ行ってるわみたいな感じで LINE でメピに言っといて、ちょっとここ開けるから一人でよろしけ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 。ちょうどね、このおにぎりせんべいとかこのどん兵衛とかをね、さっき食べたんで、これもうあえてね、捨てたくなるように置いとこうぜ。どん兵衛もこんな気になるやろ、こうとかね。これでいいんじゃない？髪留めの掃除機、お、入った、やるやん。
あれスリッパどこ行った。絨毯あったらいいな。あ、絨毯あっても使わないと思うんだけど。うん。あ、ごめん、捨ててくれた。うん、ありがとう。え、まだこうたんこれ。え、今度はそばもいるかな。夜食ってこと。ペットボトルって10回言って。いや言ってよ。いや言って。ペットボトル、ペットボトル、ペットボトル。これはお茶。おー、いや、ペットボトルって言えばいいの。何のゲームでもないやん、じゃあ。それだけ。え、何もっと買ってきてほしくない。違う、1分1秒起きたことを俺に報告しないといけないっていうルールあるでしょ。ないよ、余裕臭くて10回言って。なんでまた戻るの。行くレストラン行ってもええけど、お金ある、うん、払ってくれる。お金もあるけど、自分のためだけの金しかない。現金だって5000円ぐらいしかないもん。ない5000円しかない。嘘、5000円しかないよ。なんでそんなにいっぱいあると思ってんの。なんか外にさ、人いたりしなかった。そう、いるよ。違う、この部屋の外に怪しい人とかいなかった。怪しい人、俺以外に。俺が一番怪しかった。そう。あ、そう。なんでこれ長く隠してんの。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいかもしれない。なんか事件に巻き込まれるかもしれないけど、いい、教えていい。いやいや、巻き込まないで。気分用の代わりやん。よくよく考えたら危ないかもしれない。いや、言うても何、怖い。ちょっと来て、開けて。え、今触ったよね。指紋ってこと。触っちゃった。どういうこと。わかんない。違う。ゴミ箱に入ってた。ほんと。写真撮った。違う。ほんとに。どうすんの。ホテルの人に言うしかないでしょ。でも。え、欲しいっていうこと。違うよ。なんで、ずっと黙ってたよ。まあ、言い出したけど、なんで。ちょっと。いや。考えてたな。初め5分ぐらい何事もなかったから。どういう風に言おうか考えてたんだよ。怖っ。触ったよ。でも何だその最後の人みたいな。触ったよ。ショープンするにも触るのはかんの。いや、だからもう電話する。フロントに。待って。でもこういう時はさ、犯人的な気持ちになって考える。犯人的リーダー的存在。違う。なんかの取引の部屋に使われてたのかもしれない。だっておかしくない？掃除された後に。そうやな。やだ、だから変な人。清掃員ってこと。でも触ったからね。いや、なんで俺は一緒だよ。なんでさっき触らん方がいいよってアドバイスしてくれへん。いや、しようと思ったらもう触ってたもん。しちゃうよ。いや、自分そうだよ。ねえ、どうぞ。いや、もう、もらおう。やばい。大丈夫。ダメ、ホテルの人のふりをしてるのかもしれないけど、絶対後でまた来るから。電話待ってるのかな。電話待ってる。電話番号もないのに。違う、電話し、フロントに係に前。分かんない。なんで推理始めてんの。もらおう。何言ってんの、やばいよ。100万円欲しくない。だから怖い。100万円ぐらいだったらまたかもしれない。逆に。いや、100万円だから怖いから。やばい、そんなベタベタ触らない方がいいよ。俺の100万円から。ダメだ。言おうと思って。いや、ほんま、なんかどういう風に言おうかなと思ってた。いや、だから俺ちょっと感がかけないけどな。お金あるとかさ、現金5000円しかない。5000円しかない。100万5000円あるやん。そう、なんでさ、あなたに隠したん。分かんない。どうしていいか分からなくて。めっちゃ心配したんだよ。え、なんかこのホテル怪しいな。でも何が違う。心配した。何かの事件にも1万円だったら取ってたかもみたいな。それは失言。そこはカットして。
くりした。もしもホテルのゴミ箱に100万円が落ちていたら取るのか。取らないよ。なんで取ると思って。取るわけないじゃん。取ってないじゃん。初めの5分はずっとサイレントでしたね。違う。なんならもうちょっとでレストラン行こうとしてたのそのまま。してないよ。事件に巻き込みたくないなと思って。でも外に出ると前に、あ、待ってよ、俺に相談するタイミング、怖い人がいるかもしれないって思い、じゃあまあいろいろ自分でのタイミングで考えて、そうだよ。はい、というわけでありがとうございました。動画を見てくれてありがとう。もしモフフちょっと応援してもいいかなと思ったらチャンネル登録ポチッとお願いします。もっと応援したくもいいでという方は高評価コメントもよろしくお願いします。 Twitter のフォローやシェアもしてくれたら嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。